はい、5月2日ゴールデンウィークの中休みですかね。今日と6日が平日ですかね。ということで今日めっちゃ買い出ししてきました。いっぱい買い出ししてきて、まあ、連休中にいろいろ一人飲み動画と昼おかずの一品作れるようにちょっといろいろ買い出ししてきました。で今日は今から何時？うわ、遅い。3時前ですけど今から自分の昼飯作ります。じいちゃんばあちゃんも終わってゆっくりしてます。ばあちゃん畑行ったから。でまあ連休中は人も多いので海も行かないのでちょっと料理等に専念しようということで、ああでもそれと用事があったんで銀行行ったりとかなんかいろいろしてましたけど、まあということで早速作ります。今日はですね、石森さんに教えていただいた小松菜と鶏肉を使った一品を作っていきたいと思います。材料は小松菜、片栗粉、油種類書いてなかったんでサラダ油かな、小松菜ごま油でもありそうやけど、まあ、大丈夫かな。と鶏肉言いましたっけ、ガラスープ、塩コショウ、だしつゆ、塩、日本酒ということで作ってきます。ではではでは、まずは、まあ、ばあちゃんいつも野菜を先切って肉を切ってるんですけど、肉にちょっと味付けせなあかんみたいなんで、さっき肉を切ります。肉を一口大に切ってボウルに、はい、ジオドリ、味と質の銘柄、ばあちゃんこれ好きですね、佐賀子さんのジオドリ、これ切っていきます。一口大、こんなもんかな。はい、切りました、一口大で、はい、酒を大さじ1、元禄美人、これ使います。料理酒として使ってるので、おお、危ねえ。よし、大さじ1、はい、大さじ1、元禄美人入れました。まあ、作りながら片付けると塩、少々入れます。少々やから、ひとつまみとかそんなんでしょ、多分。はい、塩入れます。で、少し置くと、グーって言って最後終わる。あとちょっと混ぜときましょうかね。はい、これちょっと置いときましょうか。で、あ、そう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 、これコーヒー作らなあかん。コーヒー置いたらちょっと洗っとこうかな。ばあちゃんどっちに洗剤つけとる？どっちも、どっちも洗うかな。どっちにしよう。ほんで小松菜を洗って 3,4 センチ切り、はい、小松菜出します。よし、おうおう。で、ばあちゃん洗うときこれをきれいにしとって、これでつけとったんで、よし。で、ここの先っぽはばあちゃんいつものけとったような気がするんで、 3,4 センチ、たぶんこれぐらい。で、ばあちゃんどこ行ったかな。油、サラダ油とどっちがいいかな。で、ここなんですよね。これで小松菜 3,4 センチ切り、フライパンに油入れ、鶏肉に片栗入れ混ぜ、フライパンで炒め、あ、やから油入れて鶏肉炒めるんですね。それで片栗粉入れ混ぜ、フライパンで鶏肉に片栗粉入れ混ぜる。さっき準備しておきましょうか。はい、ということで鶏肉に片栗粉入れます。この片栗粉は北海道産のバレイジョ？あ、芋のことかな。でんぷんを使用しており、色が白く透明度が高いのが特徴です。なるほど。さあ、どれぐらい振るか分かんないんですよ。まあ、適当でいいでしょうか。振って混ぜるんよね、これ。あんまり入れすぎたら分からんから、ちょっとあんばん見ながら。
粉もじゃないでしょうかね、多分。わ、この肩こりの粉がこうチャックのとこに挟まってチャックがいけた。で、フライパンに油を入れてこれを炒めると、多分小松菜だけ炒めるやったらごま油やと思うんですよ。でも鶏先炒めるからサラダ油でしょうか。酸化を抑えてフレッシュ、日清キャノーラ油、コレステロールゼロ、カラッとサクッと油っぽくない、油の酸化 30% カット。作りましょうか、作りましょうじゃない、使いましょうか。はい、火つけます。よいしょ。さあ、で、殻だけ捨てられるのでちょっと鶏肉入れていきます。はいはい、できた。コーヒー、いや、いいっすね、コーヒー。サーフィン行ってないんで、アフターサーフじゃないですけど。いや、美味しい。すごい、これも簡単。なんか、結構、文章長くてすいませんって書いておいてくれたんですけど、料理自体は簡単ですね。鶏肉こんなに使うのかな、そもそも。そう、鶏肉こんなに使ったら贅沢な。いい感じですわ。ほら、鶏肉焼いて、このままビール飲みながらつまみたい。昼間からビールですね。はい、あれ、ノンストップの歌ってなな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 、とかって言うた後にアーマータツって言ってます。あの気象予報士さんの名前言ってます、あの歌。わかんないですけど、鶏って多分こんがり焼けた方が美味しいですよね、多分。焼き目がつくぐらいに、多分これいいっすよね、もう多分もういいと思います。小松菜入れます。このフライパン本当に火の通りがすごい、ね、あ、すごい油が馴染んできた。ちょっとこの葉っぱももう入れましょうか。こんな感じ。はい、粗挽き塩コショウ、これ入れていきます。少々、どれぐらいよ、こんなもん。煮炒めて、鶏ガラスープも少々。少々ってどれぐらい。あ、もう全然ないし、これ入れちゃいない。もったいない。よし、これでなくなった。これ何回使ったりするかな、わからんけど、こういうとこ。はい、混ぜていきますよ。ちょっと炒めます。醤油少々。はい、我が家だしつゆ、煮物の味付けから麺のつゆまで本醸造醤油と鰹節で仕上げた本格だしつゆです。これ使います。ちょっとどれぐらいかな、まあ適当。少々、こんなもんです。で、ちょっと味を絡ませていくと。ちょっと水分飛ばした方がいいかな、これ。そんなに水分あったっけ、野菜の水分が出てきたんかな、これ。なんか煮物みたいなんだけど、汁は多くて。はい、こんな感じですよ。ちょっと良さそうな感じなので、火止めます。オッケー。あ、すごい、いい感じ。これでちょっとそのまま置いとったら水分飛びそう。オッケーやね。はい、ということでご飯も炊きたて。わ、固めやね、今日も。ほいほい、固い。ほい、じゃあ持ってきますよ。はい、鶏肉をふんだんに使った鶏肉と小松菜の炒め煮みたいなもんでしょうかね。鶏肉はめっちゃ多いな。小松菜もっと入れてもよかったかも。これぐらいでいいかな、昼。はい、石森さんに教えていただいた鶏肉と小松菜の炒め煮としでもしたもんでしょうか。できました。では食べていきましょう。いただきます。まずおコーヒー。あ、美味しい。さあ、これの味わいやいかに、どうでしょう。さあ、いただきます。うん、鶏の旨味がすごい。この片栗ちょっとまぶしてるこの食感もいいですね。
味付けが鶏ガラとか醤油入ってるんですけど、すごいまろやかで優しい味わいです。味わいも濃くなく、分量もバッチリ、めっちゃ美味しい。ご飯進みそう。あ、すごい、これめっちゃ美味しい。これはやわ。うん、味付けバッチリ。ご飯に合う、超うまい。いいっすね。うわ、落ちるけど、うん、おいしい。これいいですね。小松菜も栄養素があって、しっかり取れた上に鶏肉も食べれる。お酒のあてでも良さそう。おいしい、これ。ご飯食べたくなる一品です。で、多分辛さ具合と味の濃さ、鶏ガラスープで調節したらいいかも。ちょっと少々でよかったけども、もうちょっとしかなかったんで、余計目に入れたんで、鶏ガラスープのちょっと味が濃い味わいがしっかりします。でもそれがご飯をすごい進ませるのと、あのお酒とか飲んだらすごい味付けがちょうど良さそう。鶏ガラスープで調節してもらったらいいと思います。いや、美味しい。で、あとはコーヒーゆっくり飲みます。はい、ということで、今日石森さんに教えていただいた小松菜と鶏肉の炒め煮、めちゃめちゃ美味しいです。おすすめです。ちょっとまた作ってみてですね、またあの感想等あればコメントとかで教えてください。はい、ということで、今日のあたふたクッキング終わりますけども、またちょっとあの我が家秘伝のレシピ、あの簡単にできるお酒のおつまみ、そしてまたで流行ってて挑戦してほしいこととまた募集してますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、めっちゃうまいこれ。はい、では失礼します。アディオス。じいちゃんによる。カシオスバルス。ではまた。